にちは、トミーやトミーです。よろしくお願いします。ということで、今回は僕の身に降り注いだ最悪だった話をしていこうと思います。お久しぶりです。はい、明けましておめでとうございます。ということでですね、去年あんまりこう、最悪だった話できなかったんですけども、最悪なことはいっぱいありました。はい、今とか熱打ち音が来る感じも最悪です。はい、去年1年間、まあ、65キロぐらいまでダイエットした体重がですね、100キロ超えました。1年ぶりに体重計乗ったら 100.5 キロ、あなたは誰ですかって出ました。あの頃の僕はどこへ。まあでもめちゃくちゃ太ってジャガイモみたいになっちゃったんですけど、まあショートがバズったり幸せな一面もあったんで全然最悪な話じゃなくて、本当に最悪な話が一つだけありまして、腕が腱鞘炎になりました。はい。まあなんでなったかっていうと、まあね、皆さんのイメージで言ったら、まあ、初期のね、カンタとかそうだったけど、リップ変しすぎてとかね、まあ最近コメントハート押しすぎてるか、トミ、手使いすぎて腱鞘炎になっちゃったのかなと思うと思うんですけども、腱鞘炎になった理由、早口の時に忙しく手動かしてたら腱鞘炎になりました。はい。気持ち悪い理由。早口の収録が多くて、ね、水溜りボンドのメインの、音声もそうだし、飛びビデオの最初の早口もそうだけど、早口をね、収録することがたくさん機会が増えまして、その時に腕をね、なんとか検証してみようとか言ってたら、検証炎になりました。検証してみようの検証を、検証炎の検証だった。アイキャッチの時に考えたんですけど、検証炎にはなっちゃったんですけど、まあその分ショートがバズったりしてね、幸せな一面もあったんで全然最悪だった話じゃないんですけど、本当に最悪だった話は一つだけありまして、まだ僕30歳なんですけども、四十肩になりました。はい、心配です、この先が。10年早く、流行を早めに取り入れるアメリカかな？日本にとってのアメリカかな、僕は。通ってる美容室が恵比寿にあるんですけど、まあ毎回行く時ちょっと緊張するんですけど、美容師の方がね、トミさんこれ肩全然動かないですね。これ四十肩っすよって言われて、いやそんなわけないじゃないですかみたいな、いやまだ30っすよ、いやでも多分体の中の年齢は多分そんなことないと思いますみたいな、もう多分40ぐらいになっちゃってるから、まあ30後半とかね、前回ダイエットの前とかどうでしたかって言われて、あ前回確かにダイエットの前38とかだったから、その体内年齢で言うともう40近くなっちゃってるかもしれないですみたいな、いやそれちゃんと測った方がいいですよって言われて、ちょっとね体内年齢測ったんですけど、僕の体内年齢、48歳でした。はい、50肩手前。まあでもプロ野球選手目指してるわけじゃないんで、ショートもバッターし幸せな一面もあったから全然最悪だった話じゃないんですけど、本当に最悪だった話が一つだけありまして、ファンの方からね、素敵なプレゼントをいただきました。こちらです。よいしょ。これね、見てこれ。かわいいでしょ？なんか、ブロックで作る犬たちみたいな、シリーズのものなんですけど、まあ、これね、見たらわかると思うんですが、ちょっと見えないかな。はいはいはい。コーギーなんですよ。ね。まあ、いろんな、こう、犬がいる中で、いろんな種類の犬がいる中で、まあ、僕はね、ポテトっていうね、ワンちゃん飼ってるから、コーギーの、ね、形になる、まあ、レゴみたいなブロックのなんか、おもちゃみたいなのを送ってくださいまして、嬉しいなと。こういう置物可愛いじゃないですか。なので、インテリアにしようかなと思ってね、まあ、ちょっと大変だったんですけど、ちょっと組み立てたんですよ。はい。それはね、こちらです。シーズじゃん！どういうこと？この箱に入ってんのシーズーなことある？絶対これ送った人もコーギーを選んだつもりで送ってない？シーズーだよね。シーズー乗ってんのかなと思ったら、なんかちっちゃく乗ってるんですよ。この中で一番ちっちゃく乗ってて、コーギーここにね、もうアンアンで言ったら平野翔のポジション、まあ、平野翔さんがアンアンやられてるか知らないですけど、まあ、やってるでしょうね、7回ぐらい、ここに乗ってるんですよ。これ、あんあん買ったらトミーだったみたいなことですよ。まあ、それは違うけど、なんかそういうことじゃないです。シーズーじゃん。ちょっと、シーズー買うか検討します。まあ、ポテの話でね、まあ短いですけど、最近一つ話がありまして、ちょっとね、定期検診みたいな感じで、ね、病院行った時にね、まあいろいろ、こう体を触るわけですよ。まあ肉球触ったりね、なんかこう太もものところの付け根とか大丈夫かなとかね、こう尻尾の付け根とか、そのなんか首のね、とことかいろいろ触ってもらって、まあ大丈夫ですね、みたいな、なんかしこりとかないですね、みたいな検診してもらってたんですけど、なんかその時にですね、まあちょっとこう、ちょっと押さえててもらっていいですかとか言われて、なんかこう検査のためにね、なんかこう拭いたりするためかな、押さえてたんですけど、全然いい子ですね、みたいな、結構嫌がるワンちゃんとかもいて、甘噛みだったりするかもしれないけど、看護師さんのことちょっと噛んじゃったりするんですよみたいないう話でね、いや全然うちの子はね噛んだりしないんですよって言った瞬間に僕めっちゃ噛まれました。2024年の年始はですね、韓国に3泊4日食い倒れぐぬり旅に行ってきました。まあすごい楽しみにしてですね、ここのサムギョプサル有名だよとかね、ここのユッケ美味しそうだよとかね、すごいいろいろリサーチしてみんなにも聞いたりしてね、どっかおすすめありますかって言って、ここバズってますよとかね、おにわさんっていうね、次来るやつがありそうですよとか言ってね、後輩たちもキャッキャしながらね、向かったんですけど、着いて初日の夜、口の中やけどしました。これ以上の地獄ってある？
まあでも言うて楽しかったんですけど、僕お金ないので、あのホテルじゃなくてみんなでね、あのエアビーで1個ね一軒家借りてですね、まあそうするとかなり格安になるので、あの泊まってたんですけど、あの韓国って寒いから、あのドアが二重になってるんですよ。まあ外扉と内扉みたいなね。でこの空間でその空気が滞留するから、多分中がねそんなに寒くならないみたいな作りなんですけど、まあちょっと雪国のなんかコンビニとかそうですよね。ちょっとですね、なんか素晴らしい宿だったんですけど、一点だけなんかちょっと、なんだこれはっていうのがありまして、ですね、多分なんですけど、この1枚目の外扉と内扉の真ん中の空間のなんか床がな、どうにかなっちゃってるのかな、天井がどうにかなっちゃってるかわかんないですけど、この空間がですね、世界で一番臭い場所でした。なんか下水の中みたいな。いや本当に言葉選ぶ、病気になっちゃうかもしれない。よし今日もいっぱい食べて観光楽しむぞってね、着替えてね、行くか出かけるかで、内扉開けて、もう一回全部臭くなった後外出るっていうね。そのいろいろ髪の毛とかセットしてから外出るのに、もう一回外扉出た時にはもう全身が下水道まみれ。あれ何だったんだろうな。多分僕らが悪いのでね、別にその宿が悪かったとかじゃないですけど、なんかそのタイミングだけかな、その3日間だけかな、多分ちょっとなんか なんでこんなに臭いんだろうっていう、その空間だけ、その50センチしか幅ないぐらいのとこ、あれは僕のせいです。なんかそれでなっちゃうのも嫌だしね、僕のせいです。で韓国でめちゃくちゃいいお店見つけて、なんか屋台なんですよね、夫婦で営んでる屋台みたいなね。そのなんか街中に一軒だけポツンとあって、日本でいうところのなんかこう九州とかにあるようなおでん屋さんみたいなね、あれがありまして、九州とかにあるその風情あるようなおでん屋さんね、なんか新橋とかにもさたまにあったりするじゃん、ああいうなんかこう地元の人に愛される、そこでしか食べれない郷土料理が食えるようななんか屋台がありまして、もうたまたま見つけたの。しかもなんかその行こうと思ったお店が閉まってて、うわどうするみたいな、ちょっと繁華街もう一回タクシーで出るみたいな時に、えあの光何みたいな、ちょっと住宅街の中にあってね、サラリーマンとかが寄るような場所になんか光があって、そこに行ったらそれが屋台で、なんか串にね刺すちょっとおでんみたいなやつとか、最初にスープで、ね、出してくれたりして、それでねやけどしたんですけど、まあそういうのがねすごいなんかこう地元感あふれるね、常連さんとかがすごい絡んでくれて、一緒に歌ったりして、ね、日本の曲知ってるよとか言ってね歌ったりして、うわこれもう日本人全員来てみたいな、ここを絶対おすすめしようみたいな、ここ絶対ショートにしよう、ここの部分動画で一番分厚く紹介しようってなったんですけど、その屋台出て宿帰るまでちょっと歩いたんですけど、散歩してる途中に行きと違う道歩いたからか分かんないけど、7000軒ぐらい屋台ありました。全然奇跡的に発見したというよりは、なんか地域一帯そういう場所で、真ん中の一番そういうのが集まってるとこには行けてなくて、外れの方の早めに閉まるなんか屋台にちょっと行っただけでした。だから動画のテンションはだいぶ恥ずかしいです。いやここ全員マジ来てみて、こんなとこないよ、韓国にもこんなとこあるんだーっつって、日本語の歌みんなで歌って楽しいみたいな、あるからそういう場所、たくさんその近くにあるから、なんだそれが密集してる、そういうのを売りにしてる場所もあるから、恥ずかしい。あれ年末にね、ショートでこれ使ったんですよ。まぁ、ちょっとね、競馬とか買ってそのお金使うということで、家で回転寿司やってくださいみたいなコメント読んでね、こちらやらせていただいたんですよ。まぁ、家の中でね、こう、なんかこう、ぐるぐる回る機械がついてて、ここに皿がね、設置してあると。で、ここに寿司を乗せれば、家で回転寿司できますよ、みたいなやつなんですけど、まぁ、もちろんですけども、これ、お寿司は買ってこなきゃいけないので、まぁ、デパートの地下でね、3000円ぐらいかな。で、12回のさ、あんじゃん、パックね、買ってきて、ここに乗せようと思ったんですけど、パックを見て、12巻だ。で、家でこうで見て、何個皿あんのかな、あ、9皿しかないってなって。ってことは、3つは使わなくていいんだってなったんですよ。あ、じゃあもう今、ちょっとお腹空いてるから、3つ食おうと思って、うわ、どれ食おうかな、みたいな。ね、そういう時にやっぱ YouTuber ってどう考えるかっていうと、色が、ね、別々の方がいいから、結構ネタってさ赤系が多いじゃん。じゃあ赤の被ってるやつで、あんまり好きじゃない人が多そうなやつはこう食べちゃうみたいなね。例えばマグロは中トロと普通のやつがあったりするじゃないですか。で普通のやつよりも中トロの方がみんな見たいだろうから、中トロ残して普通のね、いわゆるマグロの寿司はいいんじゃ、まあ、いらないんじゃないかというか、なんて言うんだろう、もう中トロ採用したら9貫の中に入れなくていいから、じゃあ普通のマグロ食べようとかね。でまずマグロ食べて、で白飛びとかがあるから、まあ、白の皿だし白合わないんじゃないか、じゃあホタテね置いても、シャリも白くてホタテも白くて皿も白くてね、照明も白いから見えないかもしれないからホタテ食べようと考えて食べてたんですけど、気づいたらですね5貫ぐらい食ってました。もう1回行きました、デパート。
去年の12月に後輩と友達が僕の家来てくれて、でなんかその僕のねショートとか見てくれて応援してくれてるから、なんか自炊して僕なんか出すよみたいな話をさせていただいたんですよ。でそしたら、いやいやいや、なんかそのね仕事でやってることをなんかやってもらうの悪いから、全然ウーバーイーツとかでもいいしご飯食べに行ってもいいですよみたいな言ってて、でもなんかその本当に普段からね、この動画良かったですとか、これ美味しそうとかね、その友達も言ってくれるし、まあ後輩もよく見てくれてるから、あ、なんかじゃあそんなに言ってくれるんだったら作ろうかなと思いまして、いえ俺に作らせてくれとね、いつもその見てくれてるし、なんか恩返しじゃないけど作って成長を見てほしいみたいなね、なんかちょっと熱い感じでこう LINE が鳴りまして、いやじゃあちょっと楽しみにしてますみたいなね、いうことで、じゃあ何食べたいって言ったら、ちょっと動画にあったやつじゃなくて申し訳ないですけど、なんかカルボナーラとか作れますかみたいな、これ作れるよみたいなね、カルボナーラ、まああんま動画でやらないですけど、まあでも大体わかるじゃないですか、作り方というかね、大体こういう感じのパスタは結構やったし、でカルボナーラ作ったんですけど、まあまあ結構美味しそうにできて、あいいなと、でこれで俺がなんかチーズとか多めにして目の前で炙ったりすれば結構喜ぶかななんて思って待ってたんですけど、まあその早く作りすぎちゃって、で他のもねいろいろ準備してたから、ちょっとこう冷めちゃったんですね。まあ当たり前ですよね、まあ、2時間ぐらいかな経ったんで、まあ、冷めちゃって、あやばいと思って、チーズのせる云々の前にまず一旦このカルボナーラがあったかくないなと思って、ちょっとチンしようと思ってチンしたんですけど、なんかいろいろなんか設定とか間違えたのかな、なんかふわついてたのか分かんないですけど、卵焼きぐらい硬いのができました。そこまで順調だったのに、うん、俺何分にしたんだろう、ちょっと分かんないですけど、すごく硬いなんかのできて、あんななんかね、いや全然仕事のことをねプライベートで僕らにやってくれなくていいですよみたいなね言ってて、いやいいよ、ウーバーイーツ一応ねいつも応援してくれてるから作るよとか、なんかその熱いやり取りの後に卵焼きパスタ出されても、なんかすごい空気になりました。最近僕ちょっとそれこそ四十肩なんで、ちょっと背中とかが痛くて、整体行ったんですよ。まあ、3000円ぐらいで1時間できるみたいな、めっちゃ安いとこ行ったんですけど、まあ、ポイントとか使ってね、もっと安くしたんですけど、なんかそこ行ったら、まあ、海外の方がね、なんか多分働いてるところで、まあ、言うてでも日本語上手だし、なんか聞いたら結構ちゃんとね、勉強してて、しっかりこう、技術はありますって方だったんですけど、経営されてて、で、なんか、2人ぐらい多分施術できるのかな。僕が行ったら多分、カーテンがね、いくつかってかかってて、まあ、多分お客さんね、靴脱いだったりしたんで多分いるのかなってところで、一番端に通されて、で、まあ、隣とかね、まあ、そんな高いとこじゃないんで、個室というよりはなんかこうカーテンみたいな、なんかそのあるじゃん、なんかそのなんだろう、その病院とかに入院する時のカーテンみたいなね、あそこにこうカーテンがあって、まあ、一応プライバシーは守られてるみたいな状態でね、まあ、ちょっと施術してもらったんですけど、まあ、肩ね揉みながらね、うわすごい凝ってるねとか言って、仕事何やってんのとか言われて、ちょっとどういう方がね隣にいるか分かんないから、で僕もね家の近くで行ってるんで、まあそうですね、まあなんか IT 系とかですかねみたいな、あそうなのみたいな、すごいねみたいな、社長さんみたいな、まあ社長、まあ個人事業主みたいな感じですかねみたいなね、でのらりくらりとねやってるわけなんですけど、だからこれだって、この辺に住んでるでしょみたいな、でまあそうですね、この辺に住んでるというか、まあでまあそうですねみたいな、そんな感じですかねみたいな、なんでそんな感じでないみたいな、なんかその都内の方にも家があるねみたいな、いやじゃあそういうことじゃなくてこの辺なんですけど、そうですこの辺です、あそうなのみたいな、どんな仕事してんのみたいな、もうやばいよ、その一回交わしたやつをまた忘れて聞いてきちゃってるよ、なすごいなんかこうなんだろうな、片言の日本語とそのねこうおばちゃん魂でなんかこうなん別にいいでしょ聞いてもみたいな、まあ別に聞いてもいいんですけど、なんかちょっと大丈夫かなみたいな、家の近くの整体でその横とかで本当見じゃねえってなった時のその感じでヒントがいっぱい漏れ出ていく状態大丈夫かなみたいな、うん、その職業何やってんのみたいな、まあさっき言ったんですけど IT、 IT もいっぱいたくさんあるでしょみたいな、バカかみたいな、なんかそういうノリなんですよ、お母さんが、でいい人なんですけど、なんかさ IT もいっぱいあるでしょみたいな、パソコンずっと座ってんのみたいな、そうっすねもう基本パソコンっすねみたいな、パソコンで何やってんの、ジム入れてんの、ジム入れてるだけで IT って言っちゃダメだよとか、まあそうですね、まあジムじゃないんですけど、なんか軽くちょっとこう何ですかね、広告系ですかねみたいな、広告を作ってんのみたいな、すごいねみたいな、編集するみたいなことみたいな、やばい編集ちょっと近いなみたいな、その広告で逃げたつもりだったけどね、まあ一応ね動画に流れてるね、ここに流れる広告でご飯食べてるから広告系って言っていいかなみたいな感じでギリギリでこうかわしたつもりだったんだけど、広告作ってるってことを編集みたいな、なんかよくわかんないルートからね YouTuber の方になんかなぜか、その近づいていっちゃって、まあ編集はまああんまやらないですけどねみたいな、じゃあ何やってんのみたいな、何やってんだろう広告の人ってみたいなもう広告の人が何やってるか知らないから、ま
まあ何やってるっていうと、まあ何やってんすかね俺みたいな、そうなんか意味わかんない交わし方するやつになっちゃって、おばあちゃんとかね、お母さんもなんかね、その俺がのらりくらりしてて意味わかんないから、結構こう不思議に思って結構聞いてくるモードに入っちゃって、やばいやばい、おばあちゃんのその詮索モードで隣の人がもしドンピシャの世代だったらね、このおばあちゃんは海外の方だろうしね、その年齢的にもあんまり見てないかもしれないからいいけどね、多分まあ海外の方でね、トミービデオのこの早口についてくるとかはないと思うんで大丈夫だと思うけど、この隣とかその隣とかにもしかしたら、あと他の従業員の方は多分日本人ですよねとか、いろいろ考えちゃって、すごいいろいろ遠回りした結果、最終的に、あ、まあでもあんま人の前に出る仕事してるんで、あんまちょっと個人情報言いたくなくて、そうなのみたいな、やばいここで終わると思ったら、おばあちゃんがすごい食いついてきちゃって、そうなの、すごいじゃない、え、何歳みたいな、いや、まあ30とかですね、30でそんなに隠さなきゃいけない、すごいねみたいな、有名人じゃんみたいなね、その全部片言でちょっとその真似できないんですけど、そのやばい、ここでブレーキかかんない人だ、ピンチね、そのさっきまでいろいろ聞いてのらりくらりやってたけど、ここでやめてね、一応人の前に出る仕事してて、ちょっとごめんなさい、プライベートの感じがあってごめんなさいかと思ったら、すごいじゃんえ、何歳、え、何してんの、どういうとこで、え、広告ってもしかして、そう、出る側ってことみたいな、やばいやばいしかも広告に出る側ではねえし、出る側はもっとすごい人みたいになっちゃうから、いや、出る側というか、広告がその流れることで、ちょっとその僕の仕事になるよ、みたいな感じですかね、みたいな。もう全然リラックスできない。もうマジでマッサージしてるとき、ずーっとめちゃくちゃマッサージ上手だったんで、今後も通います。アジャス。ということでですね、僕に最近降り注いだ最悪の話でした。はい。ぜひね、チャンネル登録とか、コメントとか、高評価とか、ね、友達にこう見たらとか、ね、彼氏にこういうの見てる人好きかもとか、ね、子供にこれを見ると頭が良くなるらしいよとか、いろんな方法で僕をなんとか、ね、もうちょっと、ね、復活させるような動きを手伝っていただければと思います。ありがとうございました。またね。よっ。